るわ。こんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル153曲目、今年最後の更新です。ゲスの極み乙女さんの私以外私じゃないのを今年の最後にしたいと思います。紅白初出場歌手の皆様シリーズも最終日、今日は紅白当日ですね。あのゲスの極み乙女さんってすごくテクニカルでかっこいいイメージが強いんですけど、私ピアノもあんまり難しいことできないし、一人なので必要最小限っていうか、できること最大限っていう感じで歌ってみました。掛け合いのところとか、あとワオーっていうコーラスとかあるんですけど、もしわかる人はぜひ見ながら一緒に歌ってください。ということで、今年もおしまいですね。どんな1年でしたか？なほこチャンネルは始まって、約53曲8月1日からアップしてきました。なほこチャンネルを通じて知ってくれた人、なほこチャンネルを通じて再会してくれた人、あと、定期公演とかいつもお越しくださる方など、それぞれですし、きっと、と思うんですけど、なんかこうやって YouTube っていう形でそんないろんな皆様とつながれることができてとっても楽しかったし、みんなに素敵な曲を教えてもらって大好きな曲もいっぱい増えたし、 YouTube のコメントとかでいろんな言葉をみんながくれるのもとてもパワーをもらってきたし、あとこのなほこチャンネルで歌を撮る場所もそうだし、いろんな方のおかげでできているので、もうとにかく今年も1年こうやっていろんな人たちにのおかげで活動ができて歌を歌えてきたんだなっていうありがたい気持ちでいっぱいです。来年は、来年もなほこチャンネルは、このまま続けていきます。745曲が目標なので、来年再来年とおそらく続くと思います。あと定期公演もやっていくし、路上ライブとか遠征も来年もうちょっと増やせたらいいなって、思っているので、まだお会いしたことない方もいつかどこかで会えたらいいなと思います。今年もあと4時間ちょっと、今年のこと、来年のこと、それぞれ思いを馳せている方も多いかと思いますが、良いお年をお迎えください。そして来年もよろしくお願いします。ということで、今日の曲です。ゲスの極み乙女さんの私以外私じゃないの。私以外私じゃないの、冴えない顔で泣いちゃった夜を重ねて、絶え間のない暮らしを今日も重ねた。良くなりそうな明日に期待するたびに、何度も今日を兄弟の裏に隠した。映る私は何回も瞬きしては、変わる心に簡単に動揺したわ。だけど意外と目をつむった瞬間に、悪くないなって思いながら素を悟ったんだ。私以外私じゃないの、当たり前だけどね。だから報われない気持ちも整理して生きていたいの。誰かの声がしたけど、私はもうそこにはいない。私になってみたいでしょ。自分だけ煙に巻かれた、恥ずかしくて言えないけど、私にしか守れないものを身を削って紡いだら、案外さ悪くないかもよ。私以外私じゃないの、当たり前だけどね。だから
じゃないの。どうやらあなたもそう、誰も変われないってことみたいね。背を向けていい、あっただから私はもう怖くないんだ。夜更け過ぎを待つわ、今日も報われない気持ちを整理して、いつだってもの息を吸い込んだ。ブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎菜穂子でした。